9月21日幸福の科学学生局が新宿でジャパンイズヒーローデモ中国のユネスコ記憶遺産登録を阻止するを開催。このデモには中国による南京大虐殺のユネスコ記憶遺産登録申請への反対を訴える学生たちが参加。学生たちは中国の反日プロパガンダを打ち砕くために強く抗議しました。